続いてですが、今回から応募者をただ募るだけじゃなくて、こちらから実際にですね、選手を探しに行く取り組みも新たに始めました。全国で発掘してきた選手たちを呼んでいます。はい。本当にね、強いヤバいやつって意外に応募しなかったりするんで、今回の企画が生まれたということです。楽しみですね。なんか VTR があるということなんで、じゃあ見てみましょうか。よし。獣は自ら里には降りてこない。だったら見つけ出すか、本物の化け物を。ブレイキングダウン化け企画始動。あ、俺出てるよ。俺の行くべったら間違いない。マジであいつバケモンや。多分前回俺らの勢いで刺した人間のワード、そういう怖い人たちの人間リング、お互いが失神するまで、失神するまで、殴り合いってやつずっと寝とったりとか。北九じゃあいつはやべえっすよ。いや、もう俺は勝ったとこしか知らんねん。勝ったとこしか知らんし、連絡が取れる。でもそんなの出るかわからない。普段表に出るわけじゃない。すいません、ちょっと来ていただいてありがとうございます。喧嘩とかの話ってあれ本当なんですか？いや、もちろんやな。そんなお前聞くまでもねえやろ。負けたことは一度もない。あるわけねえだろう。わからんのか。ちょっとぜひブレイキングダウン出てほしいんですけど、どうっすか？地元って中学校50校ぐらいあるんですよ。まあそこを、まあ1個下なんですけど、まあ一番、まあ湿ってたというか、50校のナンバーワンって言われた校なんで、まあ、堺の樹木屋っていう校なんですけど、50校ぐらいの堺連合っていう連合も初代で作ったのもこの子やし、100対1ぐらいで、まあ、金属バット持って喧嘩しに行って、なんか囲まれた時に殴られんのええけど、まあ、一発で飛び込んできたやつの顔面ぶっ飛ばすからかかってこいやとか言って、相手全員が芋引いたぐらい。みんな出てこないですよね、本物の男。でも僕が言ったから出てきてくれるだけであって、まあひな壇誰も勝たれへんのかな思ってますね。ほんまに過去最強だと思います。まあ、暴れたら多分僕でも抑えられへんなって感じですね。喧嘩やったら朝倉未来にも勝つんじゃないかなと思ってます。あれ、てる君。はい、ということで、来ていただいたようなのでお入りください。じゃあテレ君紹介して。はい、まあ樹木屋って子なんですけど、まあ1個下なんですけど、まあ VTR でも言ったように
まあ、堺って、まあ、大阪じゃ結構、まあ、治安悪い方なんですけど、まあ、その時のトップで、まあ、なんかもう最後ら辺は樹木屋って名前聞いたら誰も喧嘩せへんぐらい、もう最後喧嘩してなくて、まあ、僕が一押しできるもう最高の喧嘩自慢連れてきました。ほんまブレイキングダウン、まあ、出るような子じゃないんですけど、ほんまに、まあでも言ったら来てくれたんで、はい、楽しみにしておいてもらったら。てか2人の試合じゃないですかこれ。2人じゃ試合できます？あの本戦で。いや、ね、君たちいいよね。ね、喧嘩無敗なんでしょ。ね、俺そういうの大好きなんだよ。俺とやってくんねえかな。俺は喧嘩無敗ってやつが大好物でよ、全員食ってきたんだ今までよ。なあ、俺とやってくれよ。どうだ、俺も喧嘩でやってきたんだよずっと。お手なんすか。いいね。いや、いいね、いい面してんね。九州か。北九州。おお、やばい町じゃねえか。いい面してんね。なあ、いいね、お前もいいね。お前も喧嘩強いんだろ。なあ、いや、どっちも興味あるわ。うん、どっちがいいかな。お前らに質問いいし、俺もちょっと片方いとしようよ。おお、いいじゃねえか。喧嘩が大好きなんだよ俺らよ。喧嘩同士でどうだよ。喧嘩同士でよ、俺こういうのじゃねえと燃えねえんだよ。いいっすね、うん、どう、ここすごい噛み合ってる。試合じゃあ決めますか。いいじゃねえかよ。なあ、やろうぜ。うん、いい空だ。いいですか。いや、北九州っていうのはね、めちゃくちゃヤバい町なのよ。それはなぜかというとね、俺と高で遠征行ってさらわれるかもって思ったんだよね。そこでさ、ブイブイ言わせてたやつ、いや、美味しいね。おい北九州、あの頃見たく俺たちをビビらしくるよ。だがな、俺たちも気合やってんだ。俺が一番気合やってんだよこの野郎。おい、首きれいにしてこいよ。もちろん勝ちますよ。ボドボドします、マジで。いいっすね、この企画。ちょっとワクワクするね。偶像性がある。本当に50個まとめてんの、あいつ。素直な子なんじゃないの、本当は。虫除けしてやるよ、俺が。よう、堺のズキヤ、俺がレペゼンアンダーグラウンドストリート、ミカバクタカ AK 悪魔王子だ。ぶちかましてやっからよ、覚悟しとけよ。ダメです。どうしますか。バックレて帰ろうとしてる。バックレて帰ろうとしました。だから、ね、今回から俺が選手に職質するから、はい、やばいでしょ。なんかやばいもん持ってない。カバン見ちゃうよ。いい、うん、変なもん入ってないっすね。これ変なもん出てきたら俺これカットになっちゃうよ。おお、何これ。あ、それシルクザリッチっていう俺が愛用してるシャンプーで。あれ聞いたことあるな。今業界一飛ぶ鳥落とす勢いのあのシャンプーもしかして。え、そうそうそう。あ、これか。めちゃくちゃいい匂いし、匂い。しかも髪の毛もサラサラになるし。いい匂いすると思ったんだよね。なるでしょ。最近かっこいいもんなんか。これつけてんのに、うん、もう周りの人間に清潔感ないなんて言われたら、もうぶっ飛ばしてありますね。腫れ倒したくなるよな。はい。いや、はい、でも本当いいわこの香りが。いいでしょ。これでいくらするの？
これ1980円でマジで求めやすいんですよ。マジで、はい、いや俺これちょっともらっていいもん。はい、俺即広めるわ。わかりました、僕も実際に使ってみて本当に良かったので、投資しました。ぜひ一度使ってみてください。今ですね、ちょっと世の中を お騒がせしてしまってることもあるので、ブレイキングダウンに物を申したいという、人たちに集まってもらいました。まあいろいろ賛否あると思うんで、まあ、今後のためにも皆さんからいろいろ意見を聞いていこうかなと思います。じゃあお一人ずつ、お名前、肩書き、ブレイキングダウンに対しての意見をお願いします。じゃあえー、沖縄から来た、熊澤と言います。僕が提案するのはやはりこの尺度をもっと作らないといけないと思うんですよ。その尺度っていうのは二十歳になったらお酒が飲める、運転するにも年齢制限がある、暴力的な映画を見るにも年齢制限がある、まあ、ブレイキングダウンのこのシーンは流すけどここから先は要は大人じゃないと見れないだったり、そういった調整が必要なんじゃないかなと思います。スマホに限らずで、はい、コミックや、その映画の中にもそのバイオレンスのシーンっていっぱいあるじゃないですか、はい、それ少年誌とかにもその流行りの不良漫画とかいっぱいあるじゃないですか、うん、喧嘩のシーンとか、はい、それ全部このオーディションのシーンだけってことじゃないじゃないですか。ブレイキングダウン全部制限しなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、娯楽に対して。だから見せたくないものを見せないような呼びかけをしてきゃいいじゃないですか、あなたが一緒に楽しんでくれてる人もいたりもするんでね、こう両親で。ただブレイキングダウンの会場結構子供も来るんですよね、はい、すごく難しいですよね。こうなんでそれぞれ一番理想的な形はそれぞれの家庭でそれぞれのこう環境でなんだ、取捨選択をしてもらえるのがやっぱり一番だなっていうふうに思ってしまうのがありますよね。そうですね、まあ、それもまあ筋が通ってるとは思うんですけど、僕個人としてはやはりその流す側の配慮っていうのももっと必要なのかなとは思いますね、うん、もう一意見としていいんじゃないですか、それは。はい、ありがとうございます。どうぞ。北半球一のセールスマン、ファイファー松井です。よろしくお願いします。僕は正直今もう目の前に座ってらっしゃる皆さん腐ったみかんだと思ってるんですよね。で今回大阪喧嘩自慢の方が逮捕されましたけど、己が何分かんねえガキ、これ。いやそれは彼の事情は分からないですよ。事件の事情全部分かっとんか言うてんねん、クソガキ。分からないですけれど。分からんねえだ喋んなガキお前。ただ逮捕された分からんのに物抜かし何が解決するんだこら。逮捕されたっていう事実がある以上それはもう間違いなんですよ。でも不起訴なんですね。でも不起訴でも不起訴で帰ってきてるよ。じゃあ次の方いきますか。ぜひ視聴者の声を代弁してください。はい、はい、精神科医の指導と申します。で、まあ、精神科医としての意見としてはやっぱり、まあ、ブレイキングダウンって、まあ、かなり、まあ、特に青少年とかのにとって、まあ、正直害悪なコンテンツだと思ってて、まあ、やっぱり小さい子とかが、まあ、ブレイキングダウンに、まあ、影響されて、まあ、ブレイキングダウンごっこみたいな殴り合いしたりとか、まあ、あと個人的にも思うのがやっぱり目立てばいいとか悪いことをしても結局それによって注目されれば、まあ、なんとかなるっていう人が増えてるなっていうふうに考えてて、まあ、ブレイキングダウンがっていうよりは、まあ、そういう人が目立つプラットフォームになってしまってるから、うん、まあ、結果的にやっぱりそういう状況になってしまってるかなと思うんで、やっぱその体だけではなくてちゃんとメンタルも鍛えた方がいいなと。それ自分がメンタルドクターだからメンタルの専門家としての意見なんですか、それは。そうですね、はい、何かできることありますか、僕たちに対して、うん、まあもちろん全部をコントロールするのは難しいとは思うんですけど、まあ、やっぱりその本人の周りの状況とか確認して、まあ、そういう、まあ、実際に私生活でその暴力的になったりとか、まあ、人を罵ったりとか、まあ、そういうことが起こんないようにするべきじゃないかなと思います。じゃ あの業務提携しましょうか、うん、でブレイキングダウンの選手と面談してもらって週1回とか。あ、え、あのサトルのメンタル状態見れます？診断してよ週2日週2日探してたんだよ。
今度しっかりカウンセリングしたいと思います。絶対嫌だよ。ありがとうございました。次の方。はい、本田と申します。ノンフィクションライターで、一般社団法人もやっています。ファンです。でアウトサイダーもずっと立ち上げの時から見てきましたし、ブレイキングダウンも見て、いや本当にいいなと思って見てますが、ゆえに、今日はアンチブロックということもありますので、言いたいことがあったので、やってきました。まあ、一言で言えば、ちょっと溝口さんピンポイントかもしれないです。今回の一連の逮捕者が、まあ、続出した件について、いまだにブレイキングダウンとしての統一見解が出ていないと僕は思っています。ブレイキングダウン全体としては今回のことをこう受け止めてますという発言がない。で僕がちょっと驚いているのは、被害者に対しての言及が一言もないと思ってます。つぶさに本当に細かく全部コメント見てないので、間違ってたら申し訳ないんですが、一応お伝えしておくと、ブレイキングダウンで公式見解を出してます。今おっしゃってることとかは全部出してます。被害者に対してのこちらの謝罪のメッセージも含めて、今後こういう方向性でいきますっていうのは出してます。それプレスリリースですか？そうです。ただそれが本田さんの元まで届いてないことに関しては申し訳ないなと思ってますが、まあ、我々もこう全ての方たちに出したものが届けられるわけじゃないので、まあ、ちょっと注視していただけるのであれば、届いていると出しているというのはお伝えしておきます。わかりました。お願いします。元ライジンガールピンク担当のひなのです。私全然ブレイキングダウン嫌いじゃなくて、アンチでもなくて、なんだろう、 SNS でよく勘違いされるんですけど、ブレイキングダウンのアンチだって。全然アンチじゃなくて、ブレイキングダウンにこう出てる人たちがなんか格闘家ぶるのがなんかえみたいに思って発言しただけです。それは多分平野さんがライジンのファイターへの思い入れが多分強すぎて、あその比較されてブレイキングダウンに、そうだと思うんだよね。多分中途半端な感じでライジンに出てくんなよって多分意見だと思うから、ここじゃなくて榊原さんとこ行った方がいいんだよね、これ。いやでも練習とか頑張ってるとかも分かりますし、そのこのブレイキングダウンからライジンのすごいチャンピオンになる方も絶対いつか出てくると思いますし、だから全否定してるわけでもなくて、ただなんか一緒にされるのは嫌だなみたいな、格闘技あんまり知らない方が見て一緒にされるのは嫌だなっていう意見をたまにこうつぶやいたりしてました。俺もよく言われたのが、飯田さんとか出てきた時に朝倉未来とどっちが強いんだみたいな、そういうのを多分言われて、ライジンファンの人たちが見ると何言ってんだっていう、多分そこの不満を多分言っただけで、全然否定してるわけでもなくて、伝えたいわけだよね、視聴者に。あ、そうです。めっちゃ格闘技っていう団体が好きなんですね。そう、格闘技がもうとにかく好きで、視聴者の方とかあんま深く知らない方は一緒にしてほしくないな、一生懸命頑張ってる格闘家の方たちと、こっちの皆さんも頑張ってると思うけど一緒にしてほしくないなっていう。はいはいはい。あ、ただ格闘技愛がすごいね。はい、こういう人を解説に入れないと、ライジも。じゃあもう一人いらっしゃるってことなんで、ぜひお願いします。もう3時間も待たされたよ。あ、すいません。本当にもう大変だよ。すいません。え、前田さんってブレイキングダウン嫌いなんですか？見てるの知るよ。あ、本当ですか？うん、面白いから。久しぶりですね。久しぶりなんか電話もらったみたい。何だったんですか？もう電話しても LINE しても全然こう返事しないんだよ、こいつ。いや、スタンプ送ってるじゃないですか。え？スタンプ送ってるじゃないですか。あれ返事なの？あれ見たよって。あ、そうなの？はい。いや、なんかあれ自動的になんか反応するやつなんかな。あ、違います。僕が見て教えるんですよ。
見ましたよって。お前一言ぐらいはお前よこしてもいないけど。いやあと電話は聞こえないんですよ前田さん。え？声が聞き取れないですよ。電話聞こえない。はい。そうですね。前田さんの腹の中に溜まってるブレイキングダウン昆虫症みたいなやつを思う存分言ってもらっていいですか。ブレイキングダウン見て思うのはなんか普段はちょっとはちゃめちゃな暴力とかやったらちょっと怒られるってばっかりだったのにここではそれは全て許されて。だから これからはもうブレイキングダウンできたらこう伸び伸びと暴力やっていいんかみたいなね。これ電波に乗った動画 YouTube に乗ったっていうだけで世間の注目を集める、それはどういうことなんか。ブレイキングダウンのせいで治安が悪くなったとかよく言われるんですよ。さっきの伸び伸びとあの暴力するのが全然当たり前でそれが許されるみたいな。でも実際には令和元年みたいな雰囲気になってる子が多いんですよ。はい、でも実際には令和元年とか令和2年から比べて脅迫恐喝暴行傷害って減ってるんですよね。なんで僕たちのせいで治安が悪くなったって、それはもう警察が出してるものですね。なんで世の中的に僕たちが治安悪化に貢献してるっていうのは、いや俺データ上はブレイキングダウンが日本の治安を乱したと言ってない。そうですね、データ上はそれがそうはなってないっていうことですね。ああ、まあ、じゃあそういう伸び伸びと暴力を許されてるみたいなことに関しては、いやだからそれがあったから今回の事件があったでしょ、うん、勘違いしてるやつがいたから。ただ一方で不起訴になっていたりとか実際はこう示談になっていたりとか、まあ、そういうケースの方が圧倒的に多かったりもするっていうのは事実で、僕たちはこう印象であまりこう多くを知らない方たちからいろんなことをレッテル貼られて、それ自体はねこういうコンテンツをやってる以上甘んじて受け止めないといけないという前提ですけども、繰り返しますが脅迫恐喝暴行傷害とかは減ってま す, そうです、ね、僕たちのせいで増えてるっていうことをなんとなく言われるんですが増えてないんですね。ただだからといって我々もこうなんだろうな、今までの自分たちのあり方やり方を肯定するっていう気は全然ないで す, です、ね、変えるべきところは変えていきたいなというふうに思ってますし、なのでそういうことはできればこの動画をきっかけに知ってほしいなというふうに思ってますし、一方でその悪さをした人間に関しては CEO からもありましたし、我々会社全体からも発信させていただきましたけども出場停止というような形を取りますの で, そうです、ね、うん、なので我々もそれは厳正にやっていきたいなというふうに思ってます。前田さんアウトサイダーの時はこう素行の悪い選手とかに結構直接向き合ってきたりしたんですか、その指導してきたんですか。いやもう試合終わるたび表彰式のところでしょっちゅう言ってたよ。お前もう暴れんなよ、喧嘩売れても買うなよ、買うんじゃないよで買ってるとプロと同じ扱いされるよ、警察捕まったらダメだよってそれずっと言ったよね。聞いたことない？あります。あるよね、絶対喧嘩買っちゃダメだよって。でね、アウトサイダーやったって世の中に対してアンチテーゼで、格闘技イコール暴力とか暴力団とかさそういうの違うだろうって、じゃあ俺は上司と証明しますよって、でアウトサイダーやったんだよ。俺はこの中からね、もう泥の中から咲くね、シーレみたいに咲くやつ絶対見つけるからって、なんだこいつは出てるんだよ、うん、そうですね、私たちが影響力を今だと持っているからこそもっと襟を立たせっていうのはおっしゃる通りだというふうに思ってます。嫌なように頑張ってね、かっこよくなるよお前ら本当にね、一人一人虎だ竜だって言われてるんだったらそれ証明しろよお前、ね、犬の集まりなんね、犬の集まりに今ね、犬の集まりにしか見えないんだよお前。本当にさ、なんかいやもういやあの人かっこいいな、言うこともかっこいいな、やることもかっこいいな、こういう対処の仕方もかっこいいな、ああもうこうなるのになりたいなって、悪くて突っ張るとか元気あるとかいいんだけど、だからもうとりあえずねかっこよくなってほしいね、かっこよく本当。ありがとうございます、はい、嬉しい、親父ありがとうございます、はい、頑張って。終わりました。何歳？10歳です。小4ぐらい。おっす。髪型も気合入ってる。今なんかグローブつけてますけど誰か殴りたい人とかいますか？
殴りたい人っていうか、金髪でアンパンマンチョコを食べてるやつのアンチで、それでそいつの腹パンを受けに来ました。伊原くんでしょ。受けます、受けます。そこにいるよ。受けるよ。ちょっとその腹パンチ見せてもらえる。前を受けるよ。素手俺がやるの。できないよ、できない、できないよ。逆なんだ。受ける方なの。おおって、なんでそんなに睨むのよ。いける、いきます。大丈夫、いくよ。弱いです。すごい、ないっすよ、これ以上。5年後ブレイキングダウン出てお前を倒しに来るから。5年後多いね。腹パンした方がいいんじゃない。腹パン、腹パン俺にする。あ、します。平等じゃないこの子、大阪で僕も知ってるんですけど強いですよ。あ、そう、はい、お願いします。おお、強い、強い、やられたれよ。強い。ちゃんと水を狙ってる。本当に水入ってる。完全に水入ってる。強い、強い、強い。ありがとう、頑張って。おっす、はい。え、パンチ君、どう、小学校の友達とかみんなブレイキングダウンが悪影響かな。ブレイキングダウンほとんど好きな人が多いです、学校では。あのブレイキングダウンによって例えば学校でいじめが増えてるとか、その暴力が増えてるとか、そういうことって起きてないですか。起きてません、それは。パンチ君、我々の仕込みじゃ絶対ない。一応伝えとくよ。ウルタさん、なんか仕込みパンチ君、あのパンチ君アンチだっていうふうに来てこう、あの今日読んでるんで全然アンチじゃないっていうか、パンチ君あのこっちに座ってもらってもいいし、ただパンチ君今日ひな壇にいてもらってもいいよね。じゃあ次の方。はい、溝口さんに会うために来ました。どういうこと。16歳の溝口さんに会うために来た。はい、溝口さん、じゃあどうしたんですか。アンチじゃないってこと。はい、違います。ただ会うために来たの。はい、ダメじゃん。え、どういうこと。アンチじゃなくて溝口さんに何か言いに来たの。はい、あの溝口さんのファンは結構いらっしゃるので、ファンイベントを開くべきだと思います。いや、多分3人、3人ぐらいです。会場3人ありえる。あと溝口さんの本性したら多分ダメです。ふざけんな、ふざけんな。え、待って、なんか持ってない、それ手紙。それ溝口さんに書いてきたの。はい、これちゃんと受け取るべきですよ。読める。いや、それは恥ずかしいでしょ、かわいそう。手紙ってその本人。どうぞどうぞ。え、すごい。わ、すごい。ハグ、ハグ。ガチのリアクションだな、これ。いや、ガチだよ。ありがとうございます。え、何がかっこいいの。顔、顔と声と体が大きいのと、え、もうなんか全部かわいい。かわいい、かわいいはやばいね。愛してます。ありがとうございます。何を見せられてるんですか。結婚らしいっすよ。高校生でしょ、だってすごい、ね、高校生勇気出してきたんだね。やばいぞ、溝口さん事件になりますから、気をつけてください。16歳は事件になるから。ちょっといいですか、今日あの会場に一人呼んでるやついて通してもいいですか。 OK です。高博、はあ、ます、ます、はあ、ありがとう。いや、ありがとうございます。前回彼がその引退をかけて、やったじゃないですか。じゃあ引退かけて俺と試合しようや。やりたいなら俺でやっていいし。いいよ、フッと振ってきます。で、実はあれから俺がちょっと引っかかってて、彼の試合の後に本当に引退でいいのっていうのを何回か確認して聞いたよね。はい、会場でも本当にそれでいいの。そしたら彼の方は、まあ、本当はまだ全然燃え尽きてないと。
でそれ聞いた時にただもう自分でてめえで言ったことなんでっていうことを俺にすごい強調してきたんで、本当にそれでいいのかなっていうのをちょっと頭悩ました部分があって、それで一回彼の本当に今後ブレイキングダウンでもう一回やりたいのかっていう意思確認をまずしたかったんですよね、みんなの前で。高広的にどうなの？正直、まあ、やりたいはやりたいです。ただ引退かけるって自分で言って、それでやっぱり引退したくないですはかっこ悪すぎるんで、それがずっと心には引っかかってます。これが正直な気持ちです。彼はやっぱりブレイキングダウンに来る前にアウトサイダーで本当に活躍してた選手なんで、それがなんかその自分の言った約束に縛られてこのままなんか下がっちゃうのはあまりにももったいないんじゃないかなっていう気もするんですよね。俺とやらない？俺はさ、高広に対して記者会見でも喧嘩を打った過去もあるし、アウトサイダーの時から旗揚げ戦から一緒じゃん俺ら。はい。どれだけずっと行儀悪いことばっかりしてたから、俺はずっとアウトサイダー組に引け目があったの。今初めて俺もちゃんと練習したり一応俺なりにさやってるからさ、もし俺でよければ俺が黒石高広と戦うってことで一回その引退を撤回してもらえたらなと思って。それっていいんですか本当に、うん、僕とか CEO も前回のその引退マッチみたいなところはちょっと引っかかってったのもあって、うん、あのプロデューサーも含めていろんな人たちと企画は出したんですけど、うん、だから甘いって視聴者に言われるかもしれないですけど、みくる君とも、うん、黒石さんなんとかしたいねって彼の口からも出てて、うん、僕たちの意向は宇田さんと同じ見解です。なんとか彼とやらせてほしいです。まあいいカードですしね、決定ですね、黒石さんがよければ。めちゃめちゃかっこ悪いですけど、あのぜひよろしくお願いします。よろしく。おっす、ありがとうございます。恨みもなんもないけど、おっす、もう一回やろう。おっす、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。彼は多分誰かが言わなきゃそのまま引っ込んじゃうだろうから、言った言葉が悪いっつってバカ正直だから、究極のまっすぐバカだ、究極のまっすぐバカ。それを思った時に、視聴者とか、運営陣だとかひな壇とかが全員納得のいく形、納得のいく、だってあいつ引退自分で言ったんじゃないかってやっぱなっちゃうし、戦った安藤君にも悪いし、でも俺が相手するって言えばある程度多めに見てくれるんじゃないかなっていうちょっと考えがあって、うん、なんか少し空回りしてる気がするんだよね。黒石はちょっとブレてんだよ。俺もぶっ飛ばすことで彼の迷いをね、ちょっと吹っ飛ばしてあげたいなっていうのはあるんで、全く負ける気ないよこっちも。俺は本当に引退しなきゃって思ってたんだよ。でもやっぱり心のどっかではやりたいって思ってますし、このタイミング逃したらもう多分本当に復活させてくれることはないんだなと思ったんで、ウリタ君の今回の俺とやろうよはなんか本当に俺のこと考えて戻ってこいのオファーだったんで、ちょっと違うなと思って。ウリタ君、今回こういう機会作ってくれてありがとうございます。やるからにはバチバチのお付き合いしましょう。よろしくお願いします。おい、サタロイ、俺はどうや？カズリが、どないすんじゃこれ。ガチョウヤコ。ガチョウヤコです。おお。12人気の推薦で、来ました。ヒロミカワさんと同じ剣王のベルトを持っています。ジュンさんの顔を潰すわけにいかないんで、
そのガードの上からもパンチに食らったら倒れちゃうんじゃないかと思います。どうも、お願いします。お前俺に当てようとしたの？俺だったら安く見てるんじゃないの？俺だったら投げてかかったんじゃないの？あの勝てると思って俺が戦っていいですか？じゃあそこ見てる。じゃあちょっと朝倉兄弟で2対2やと。よし、ちょっとあの重か。ブレイキングダウン12本戦は6月2日にアリーナ立川立飛で開催。ただいま定価の 10% オフで会場チケットが購入可能なお得なアプリ先行割チケットを発売中。数量限定、期間限定のお得なチケットを見逃しなく。ペーパービュー前売りチケットも発売中。詳細は概要欄、コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションでの裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。さらに公式アプリの有料プランになるとペーパービューチケット、会場チケットがどこよりもお得に。詳しくは概要欄、コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウンハードパンチャーアーケードは全国のギーゴ約170店舗で200台が絶賛稼働中。全国月間ランキング上位者は次のブレイキングダウンオーディションへの参加権利が与えられます。ただいま5月大会開催中。プレイ後に表示される QR コードを読み込んで全国ランキングに登録。ブレイキングダウンへの道を切り開け。ブレイキングダウン12を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意していますので、まずは資料からでも概要欄、コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン12では大会を盛り上げるボランティアの方を募集しています。ボランティア活動を通じて大会の裏側を体験するとともに参加者との交流を深める絶好の機会です。ぜひこの機会にご応募ください。詳細は概要欄のリンクからご確認いただけます。ブレイキングダウン12はシルク・ザ・リッチのほか、剣獄、鬼丸ホーム、ヨーヨーヨー、ポスティングテクノロジーズ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。